はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の横溝です、今日はですね、いよいよ今度6月の20日ですが、毎年恒例です、あと140日の過ごし方を実施するということになっております。もう今度の日曜日ですね、今年で12回目を迎えるというこのあと140日の過ごし方ですが、まあ、ここから本試験11月の14日までだいたい6月20日からだと147日ぐらいあるんですけれど、まあ、その本試験当日までの過ごし方ですね、どんなことをいつまでにどのくらいやったらいいのかっていうのを、お話ししていく無料公開講座ということになっております。まあ、今回は渋谷駅前本校での教室に、ですね、参加者を入れての実施ということになりますが、そちらはもうすでに定員ということになってますので、まあ、ここからはぜひ YouTube ライブなどで、ご覧いただけるといいのかな。まあ、概要欄のところにですね、その YouTube ライブのアクセスであるとか、それからレジュメのダウンロードの仕方なども、入れておいてもらいますので、そちらをぜひ参考に見てください。まあ、多くの受験生が毎年参加している非常に貴重な機会ということになりますので、ぜひ今年2021年度のですね、行政書士試験の合格を考えているあなたは、この6月20日2時からです。YouTube ライブ配信も同じ時間になりますので、6月20日の2時からこのあと140日の過ごし方ご参加いただければと思います。YouTube ライブ配信の場合はアーカイブも残りますので、この時間ちょっと参加できないという方も YouTube 上で後でまた見ることもできますから、ぜひ、時間合わなかったらそうしていただいてもいいのかなとは思いますけれど、できればと時間合わせて6月20日の2時から YouTube ライブなどでね、見ていただけたらよりいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、今回はこのあと140日の過ごし方というような無料公開イベントのご案内ということになりました。あなたの参加をお待ちしております。